コナン対タウンカフェへようこそおいでいただきました。こちらはですね、ご覧いただいたように、ここに約100の棚がありまして、ハンドメイドの、作家さんがお一人ずつ借りている、まあ、こういう、小箱ショップと言ってるんですけども、レンタルショップであります。あとこちらは普段カフェとして使ってますので、ミ、ーティングとかワークショップに使ったり、お茶を飲んでいただいたり、そのような、カフェ&ハンドメイドの、作家のお店でございます。あとはさまざまな、交流サロンとか、あとは、テント村の事務局、商店会の事務局などもこちらで行っています。このお店の一番の魅力は何ですか？はい、そうですね、たくさんあると思うんですけれども、こういったテーブルとか、棚ですね、すべて地元丹沢の杉を使っています。ぴったり1分。